はい、今回はですね、2024年4月10日のですね、これはマルチ編集した分ですね、を見ながらですね、なんやかんやっていうところですけど、ここはですね、出発点はですね、金包丁ですね。こっからですね、鹿児島市の下福元までですね、走りながら、なんやかんやって言うたけど、今日はテーマを決めましたよ。いやね、いつもだとテーマちょこっと決めるんです。ちょこっとね、なんだけどね、今日はね、テーマを決めました。何だと思いますか？要はサムネイルも言えば分かるんでしょうけどね。ちょっと待ってくださいね。いや、ネットに上げとったんですよ。皆さんはですよ、サワーポメロってご存知ですか？サワーポメロ。この前ね、知人からもらったんです。小さなやつ。で、それが美味しかったっつったらですね、また食いやったです。今日の直径ですか？今日の直径はね、ちょっと待ってくださいね。シャララララランラン。いつも、はい、私はDIY をよくするもんだから、メジャーとかそういうのは持ってるんです。10センチだ。底辺っていうか、へそのところから下のところですね、ちょうど10センチですがよ。ほんでね、高さがね、ちょっと待ってね、さっきね、皮を割りしたからね、高さが10センチだ。あれ、なんでっけ。いや、見た感じではですね、こう少し、なんちゅうっけ、西洋なしっぽいかなと思ったら、ちょっと違うか、11センチぐらいですね。それでですよ、いや、なんでサワーポメロをしちゃうんですかって聞いたかちゅうとですね、もうついこの前まで、あれですよ、勘違いしてました。いや、よくほら、海外からこう、なんですかね、こう輸入、もしくはその、いつも言ってるけど、私は昭和22年生まれですから、今年77なんですけども、そうですね、私たちがね、私がと言うべきか、小学校の頃のですね、果物って言えばですね、みかん、りんご、梨、何があったっけ、大体それぐらいですよ。ほんでバナナはね、高級品で、なんでバナナが出てくるかというとですね、漫画の素材に、誰かがそのバナナのを食べてるところじゃなくて、バナナの皮を踏んでひっくり返るっていうね、なんでですかね、その頃の流行りだったんですかね、そういうパターンが漫画なんかでよくあったんですよ。バナナでしょう。何があるっけ、ブドウあった、ブドウ、牡蠣、ブドウ、要するに日本古来の、果物ですよね。いや、リンゴはだけどあれですよ、鹿児島では取れませんからね。病人の、体が弱った時に食べるとかですね、あれで。金柑があった、金柑でしょう。それから何があったっけ、ビワありましたね。こうして考えてみるとあれですよ、出てくるもんだわ。何があったっけ、それからね、八百屋には出てなかったけど、いや、果物屋っていう概念がなかったですもん。果物イコール八百屋さんの店先って言われですよ。だから時代が変わるとですね、あれも変わるんですよ。サワーポメロ、これはちょっと待ってください。いや、パッて言うつもりやったけど、その頃の果物って何があったっけと思ってですね、
そのリンゴもですね、さっき言ったみたいに高級品、インドリンゴっていうのとね、国交、国の光って、いやそれも、あれで、なんでやんまい食べんかったですよ、普通の生活、貧乏でもなかったけど、もちろん武芸者でもないんだけども、なんでかっていうと、親父がおふくろにそのリンゴを買うてけって言った時に、インドリンゴやっととか国交やっととかね言ってましたからね。でインドリンゴはほら、あカタカナだろうなと思うけど、国交ってどういう字かわからなかったんですけど、後からですよ、その国に光るですかね、それですね。それとね、梨、梨はね、田舎に行くとですね、直径は5センチぐらいの、いわゆる普通の品種改良されてない梨で、野生の梨、野生の梨というか、あの背が高いんですよ。いや、あの小学校の 2,3 年の頃だから、特にそんなに、あれが高くなんですが、木の高さねだったのかも。でも親戚の兄とか姉がそれをもいでくれる時はね、竿の先にね、 V 字型の二股のいわゆる木の枝をですね結わえてやって、それで梨がなってる小枝の挟んでグラグラグラっと巻いて、ほんで途中でひっちゃを出てくるわけです。ほんでそれを私が掴む、もしくはこうひっちゃおてる、ひっちゃおてるって分かりますでしょ。で地面にあれですよ、梨もえらいですよ、ニュートンの原理を知ってるかどうか分からないけど、引力であれするのはリンゴだけじゃないですからねってバカなこと言ってますけど、いやそんぐらいニュートンの引力がどのこうのって知らんかった。ただ落ちると味がまずくなるぞ、すぐ食べる分にはいいけども、落ちたところからなんか弱って、ほんで明くる日ね食べる時にあれだから、なるべくその取りなさいっていう、あれを今思い出しちゃいましたね。梨でしょう、それ。あ、だからその梨の上等はね、21世紀ですかね、あれがね出たての頃ですよ。はい、あの大きさも大きかったし、自分が食べたあれの、梨とはもう全然違うようなね味がしたのを置いてますからね。それとね、ミニトマトが出た頃ですよ。トマトって言えばほら、あの普通の青臭いトマトだったですよ。でトマトの葉っぱもね、あの底辺に畑にあるのはですよ、トマトの葉っぱもね、あれ、イガイガが多いやつだったです。ちょっと待ってね、いやいや、あの飲み物、あ、これですか、後から言います。いや別に今言ってもいいんだけど、皆さんが何かこう想像されるかなと思って。何のお茶ね、麦茶ですよ、麦茶のチャチャチャですよ。いや、あんまりほとんどあれですよ、あんまりほとんどって日本語はないけども、飲み物とかね、あんまりね、そのそうですね、他の人のが人生で飲んだ飲み物の種類を全部他の人が覚えていたとして、お互いに見せっこしたらですね、どれぐらいだろう、100分の1も飲んでないかもしれませんね。いや、あんまり興味ない。はい、もう麦茶で上等ですよ。あ、そうそう、もうじゃあ、あのサワープのメロンに行きましょうかね。これですよ、だからの外国から来たと思ってたんですけど、で調べてみたらですね、あれですよ、
昔のですね、どこけ、これね、山上農園っていうところの商品紹介ののを見てるんですけど、だっけ、文旦の仲間っていうか、ボンタンです、あのアクネの有名ですよね、仲間の大立花を鹿児島県ではサワーポメロと呼んでいますっていう知りませんでしたよ。果実は500から600グラム程度と大きく、香りが特に優れ、ジューシーで爽やかな食味です。皮を剥く際にも食べる際にも果汁が滴ることがないので、お子様でも食べやすいのが特徴です。爽やかな甘さと程よい酸味が癖になります。お口の中へ入れるとプチッと弾けてじゅわーっと広がります。一度召し上がると忘れられない一品になります。南国鹿児島の旬の味わい、お楽しみください。いやー知らんかった。はい、さっき言ったみたいにですね、鹿児島でほとんど77歳今年になりますけど、鹿児島でほとんど素通りしましたけどね、サワーポメロがはもう最近名前をそういうふうにシャレたふうに変わったんだけど、その前のですね、大立花っていう声さえも知らんです。ボンタンは知ってましたけどね、文旦じゃなくてボンタン。おいでですね、何を言いたいかというとですね、味じゃなくてこれを剥く時のですね、この今のあのインターネットであれしたけど、味よりもね香り、もうわっすよがですよ、目が覚めそう、いや気持ちがいい。これね、ほんでさっき気づいたんですよ、いやこの前からですね、これはあの、いくつか食べても、ちょっと待ってね、いやいつ終わるかなと思って、いやこの動画ですよ、話途中ですぐ終わるもんですからね、しかもほら山道だから目印がないんですよ。ちょっと待ってね、これね、さっき言ったみたいにものすごくあの香りが、匂いがいいんですよ。ほんで旬ですね、今が旬だと思います。これで500グラムあったのか、本当にもしかすると小ぶりなものかもしれませんね。でもほら匂いは、小学校の頃から食べ物をそういう、何やったっけね、さっきのは、もういやちょっと画面を変えますからね、大立花っていう名前も聞いたことなかったですもん。夏みかん、なってで、あの匂いを覚えてますよ。ほんであのおふくろなんかが、あの私が中学生の頃かな、そういうたくさん買ってきてですね、もう吸い分けですよ、私なんかからすると酸っぱい。でそれにですね、なんか皮を剥いて重曹ですかね、ソーダ、あれをつけてなんか食べてましたからね。だけどその時の匂いとは全然違うんです、はるかに上品。今ですか、今ね、あの皮をですね、要するにあの枝についてるあの枝が、今日そうちょん切る部分、4ミリぐらい枝をねあれしてね切ってありますけどね、そのここを上じゃないですね、下の部分ですね。でここをするとですね、確かにねボンタンみたいにね皮が厚いなんだけど、これ普通ほら捨てるじゃないですか。だけどいやいやいや、もったいない。ほんでさっきこれをですね押してみたんで、ね、ギュッて、そしたらですね、私はほらカメラマンっちゅうわけじゃないんだけど、押すとですね皮からあのあれが、その何ですかね、この匂いの元でしょうね、それがね細かい霧になってですね、わーってもうほんともうミクロの
世界みたいなですね霧になってですねパーっていくわけですよ。はい、だからあの何あの、お部屋のなんとかってあるじゃないですか、匂い取り、いや私ああいうのは使いません。ああいうのも嫌いなんですよね、人工的なのはね。それでこれをですね、さっきあれしたのと、あちょっと待って、ね、あの編集室の上にあるけど、この皮をですねキュッと剥いた中身はまだ食べてません、メジャーメジャー、あここに幅がね6センチ、ほんとにギュッとあの剥いたのがね12センチぐらいで、これをですね皆さんもしてみてください。あのほら針のいいこういう柑橘類をシュッシュッてするとですね、もう出らんやろな、あまた出ますよ、まだ出る、あまた出ますよ、あのねシュッ15センチぐらい飛ぶ、指でそんな強く押さないんですよ。ちょっと待って、ほらもうさっきねもう全部出し切ったと思った、いやいやいや、これはなんかスローかなんかで撮れば面白いかもしれない。ほんでね、あの要するにあのダイソーで買うあのスプレーがありますよ、ああいうもんじゃないですよ、生命力にあちほれたあれがね、もう要するにこのあれでしょうね、皮の中に閉じ込められたいたその、なんだ多分これはね、あの想像ですよ、人間に私にこう、いい思いをさせる、あの私の匂い嗅いでねっていうんじゃなくて、あのあれかなんけ、病害虫、そういうのはね嫌いなんじゃないですかね、この匂いをね。ほんでいっぱい入ってたんでしょ、で私はさっきギューってもう一回縛りますからね、わまだまだあのあれですよ、あの最初のうちは全体からパーって出るんです、パーって。でも今はですね何箇所か5、6箇所からですねピャーピャーって、あー結構勢い強いですよ。ほんで、いやさんがさっき言ったみたいに、なんでその編集室の上に乗ってたかと言うと、もう絞り出しただろうと、全部そのね中のあれはね、いやまだみずみずしいですよ、でもさっき絞った時は最後の方はですね、あの水があのじわーっとこう湧いてくるような感じだったんですけども、こう編集室棚の上に置いている間にあるでしょうね、この中に入った、普通はもう捨てられるんでしょうが、おい今日はねお任せさんちゅう人がね、あいやどっち置いたのこん、あいよ普通はほら川の中でこうずっともうそのまま命を終えるんでしょうけど、ピッピッてこう出せっくやったどっち、もしあいやればよ置いたもよちょちょな集まれち、今度お任せさんがピッてした時は置いた一緒きでっかねって言ったのかもしれませんね。いやこれねあのいいっていうか、そのあらら、なんやかんや言うている間にもあれですね、動画終わりになりますがよ。はい、ほんじゃこの辺りでお開きです。ありがとうございました。